それではスタート。桜の軸を取り除きます。取れてしまった花びらも入れて重さを測ります。今回は 25g でした。桜の花を優しく洗います。桜の花には老化の原因である糖化を防ぐと言われてます。コラーゲンの生成を促進する働きもあり、肌の張り、みずみずしさを保つ効果があると言われています。熱湯に入れ、さっと湯がきます。桜の香りは心を落ち着かせ、リラックス効果が期待できます。桜をめでる、香り、食べることでリラックス、アンチエイジング効果が期待できます。冷水に入れ、冷やします。軽く水分を切ります。水 100ml 入れます。てんさい糖 40g 入れます。混ぜます。火にかけ、てんさい糖を溶かします。先ほど湯がいた桜を入れ、30秒から1分くらい火にかけます。火にかけすぎると桜の香りが飛んでしまうので気をつけてください。冷まします。シロップの色はこんな感じです。ピンク色ではないです。レモン汁 10ml 入れます。レモン汁を加えると桜のアントシアニンと反応して色が変わります。塩少々入れると桜餅のような味になります。